さん。あーローソンでねアイスクリーム買いましたね今。私はなんかジャイアントコーンばっかり食べてるよずっと。コーン食べたら美味しいなこれ。明日はいよいよキャンピングカー来るかみたいな感じやな。夜出るらしいね。24時間ぐらいで来るらしいな小樽から。うん、小樽やで小樽。21時30分ぐらいに来るらしいねって言って、
ったらもう乗り込んだるかってそれでガーってみたいな。なんかね、やっぱ車体が大きいだけあってね、360度モニターがついてるらしいね。360度モニターがついてるらしくって、横だけじゃなくて横とかね、前後ろも全部見れるらしいんだから、うん、だから昔やな、トラックあるあるやけどトラックあるあるやけどな、頭だけ入っていって抜けへんっていうことはね、ちょっと大丈夫っぽいみたいな。佐賀警備やな、佐賀は、あと黒猫さんやな、にも言うてんね、これからはもうあれやでって言って、家に来ても家におれへんでって言ってね、朝と晩ぐらいチラッとおるだけで、ほとんど多分キャンピングカーに当分の間おるからって言って、住所もそこにしようかな思ってるぐらいな。住所もキャンピングカーの中にして、うん、と思ってるぐらいなんですよ。今日はね、もうやることないし、帰ってあれや、プラモデル売るするぐらいしかないからね、まずはスーパー銭湯に行って、で、その後やな、スーパー銭湯で行って、帰り、ちょっともしかしたら車屋さんに寄るかもしれんけど、車屋行って、もう行けへんかったらそのままもう帰るだけやなと、買い物今もうザーンってしたから、昨日ババーンって買ってんねんか、買い物。来週は来週でまだ車来るからな。まあそれにしてもあれね、希少価値やな。希少価値に勝るものなしやね。多分そうやな、今円が安いから、円安がね進行してる以上ね、日本国内で買えるものは買っといた方がやっぱいいと思うねんけどな、僕はなんですけどね。
ツバメが来とったよ。通称ツバちゃんも来とってね。ツバちゃんが空飛んでたわ、ツバメ。あー、ツバメが来てる季節なんや、みたいな。ツバメ。そんな季節になったんやな、みたいな。なんか変な、あれやな、感情に浸ってしまう。いなくなったやん思って、ここでいなくなんのかみたいなね。もう久しぶりやから、ここでセフィロスいな、セフィロとオーターといなくなんねや、エアリス。てっきりね、もっと先は持っとったのにやで。で、装備してた、装備してたマテリアとかがそのままかと思いきや、あれちゃんと置いてあってな、やっぱりさすがになくなってなかったけど。ちょっとね、ファイナルファンタジー7がね、最近お気に入りで、ドラゴンクエストやな、ドラゴンクエストの1も終わった、2も終わった、3も終わった、4はしないねんけど、もうファイナルファンタジー7はね、ちょっとやっぱ気になるで。で、今ちょっとやってるのよ、ずっと。まあ、あのね、ほんまに生産性ないよな、ゲームって。自分で言うのもやけど、ゲームは本当に生産性がない。ファイナルファンタジーは久しぶりやから楽しいけど、ゲームは楽しいけど何も生み出せへんもんな。ゲーム何も生み出せへんね。時間だけかかるだけで、時間がかかっただけで何も生み出せへんね。ということでやっぱ生産性が低いんやみたいなところ、うん、みたいなところなんですよ今な。あとはだから明日やな、車が来たらキャンピングカー取りに行くかどうか明日朝起きて決めようと思ってんだけど、できたら夜でも、夜の遅い時間でもな、見に行きたいよね、取りに行って。自分のもんやけど。なんかアマネコさんやったっけ、最近何かと問題な、高級会社何台も持ってる、高級車か何台か持ってるアマネコさんがランボルギーニ買うとか言うて、最初ね、ネット記事見た時にランボ買うって書いてあったんや。ランボ買うって書いてあったから、え、アマネコさんってランサーエボリューション買うのってランエボやん、ランボって書いてるから、あれランエボ持ってたんちゃうのとか思ったら、違うね、ランボルギーニらしいな。ほんで、まあランボルギーニ買うらしいね、アマネコさん。買うのか知らんけど、それでやっぱりコメント欄が荒れてんねんな、アマネコさんがランボルギーニ買うことについて。僕の個人的な見解で言うたら、別に買いたかったら買ったらええんちゃうのと思うねんけどな。若いからとかね、批判的なコメントがあんねやんか、アマネコさんにね対して。若いのに何台も持ってるとか、車好きやって言うなとかって言ってんねんけど、僕はね、個人的にやで、それはその人が好きでやってることやねんから、好きでやってることやねんか、ほっといたらええやん思うねんけどな。例えばそうやってこう文句言いながらも、文句言いながらも、アマネコさんが何動画を見るから、まあ、その見てる人たちの、その見てる人たちが見た広告が、まあアマネコさんのとこにお金として入るわけやんか、正直やけど。たまに言われんねやんか、僕も言われんねん、アマネコさんがね、車また買うらしいっすよって言うから、買うたらええやんって。
今しか買われへんかもしれんねんからみたいな、結婚した例えばアマネコさんが結婚して子供ができても、例えば ランボルギーニとかフェラーリ乗れんのかって言ったら、あそれはちょっともうどうかなと思う人もよるし、旦那さんの収入にもよるしやってなってきたらやで、やっぱり高級車たくさん持ってて相手が釣り合いが取れへんかって、バランスが取れへんかったら結婚もできへんやん、正直やけど。んでそれを高望みしてやで、どっかの会社の社長と結婚してもやん、一回結婚して戸籍一緒になったらやで、あの離婚するときって持っていかれるもんな半分とかって、そのリスクが伴うんやん、ずっと結局やで、うん、僕でもだからそうやねんな、あのアマネコさんみたいにそんなアピールしたいわけじゃないけど、今車ここの綾部に車何台置いてる ?1,2 やろ ?3,4,5,6 7台置くことなんや、ここにこっちに7台やで、大阪に2台置くんや、2台、9台置くねん車、うん、自動車税どうなん言われても、自動車税は、うん、なんとかなるやろみたいな、オートバイもそうや、今こっちに7台置いてんのかな、オートバイ7台置いてんねんけど、で全部で14台持ってんねんけどやね、うん、別に買わへんやんって、好きで買ってんねんからみたいな、あれでね文句言う人がおったとしたらね、あの例えば学校の教科書にね、学校の教科書にあのアマネコさんが載ってて強制的に見せられるんじゃないねんからな、テレビみたいに嫌なテレビやったら見んかったらええねんっていう発想点やったら、そこに一喜一憂する人はないと思うんやけど、僕もちょっと悪いけど、あの1週間に1台ぐらいのペースで今度車来んねんやな、これ今のうちに乗っとこうみたいなところでや、最近このイプシロンがずっと気に入ってんねやんか、スピードもまあまあ出るし小回りも効くしね、燃費もまあまあいいね、燃費もいいからやけど、なんか誰かに文句言われるのかって言えへんやん、誰も。大阪行ったら文句やるし、逆境やで、大阪行ったら文句言う人おるけどやな、別に自分のお金で買ってる部分は別にどうしようと僕の買ってやんみたいな、なのよ。まあフィアットとね、あのフィアット500とこのクライスラーのイプシロンやな、フィアット500とクライスラーのイプシロン2台置いてんのは正直ナンセンスやと思うわ。1台はやっぱ大阪に置いとかなあかんかな、あのそんな小さい車2台もいらんからやけど、乗ってみたらやっぱ乗り味も違うしね。で来週1台また来るやんか、トヨタの車が来るからな、それも新幹線取りに行くわ言うてんねんか、新幹線で取りに行くって言って、で乗って帰るって言って乗って帰んねん、乗って帰んねん、テストがあったら乗って帰るから言うて、で昨日もあの松田やな、松田も昨日行ってきたから、行ってきたし、でアルファロメオな、アルファロメオの車検もアルファの車検もやで、実際どうすんねんっていうのをちゃんときちっと話しなあかんからな、アルファロメオはアルファロメオで使い道があるんや、あったら。まあ多分誰も突っ込めへんけど、あの車検証見たらわかるけど、あの車やな、車8台とオートバイ14台は全部名義、僕の名義やで車検証見せたってもいいけど、あの僕の名義やで全部、こんなとこ別にあの隠すことないし、僕は物は必ずだね、明日ある保証がないものはね現金でしか買えへんっていうことはもういつからかそうしてるから、現金があったら買うからなっていうことをやってるから、全部自分のやつやん。例えば残価設定してるとか協定結んでるとかもないし、
BMW の新型の BMW も協定結んでないからね、もう現金にそのまま買ってるから、10万キロ走ろうと20万キロ走ろうと、あの僕の車やからっていうだけやけど、早く戦争終わってくれんかなとちょっと思うけどな。9メートル近くあるキャンピングカーで、こんなスーパー銭湯行くねんとか乗っていくわけでもないやん。ないねんから、うん、なあ。ここ最近やな、何年かの間やったらまあまあの買い物やで、キャンピングカーは。一番高かった買い物ってここ最近やったら5年以内ぐらいで、一番高い買い物何や言われたら、おそらく多分 BMW やねんな。 M8 かなんかが M8 かなんかが2940万か。 BMW の M8 やん。前金で2940万払ったんが一番最高額やん、ここ最近やったら。5年前ぐらいまで言ったら、でその次ぐらいがこれちゃうかな、キャンピングカーちゃうかな。でもう一台頼んであんねん、もう一台頼んであって、もう一台はあの新車で買って、すごいね、新車で買ってね、2700万円乗ったのかな、新車で買った2700万。で2700万にあの装備つけるのにプラスマイナス 10% かかるんだったな、10% プラスマイナス 10% かかるらしいね。ということは2700万でも2500万ぐらいになるときもあるし、3000万になるときもあるらしいねんから、それはもうあれやな、あの置いとくねん、あの応急用に、貸し出し用にやな、あの使ってもらうんで。
かじるからな、このかじんねん、なんかあったらウサギかじるからなと思ってんだけど、まあちょっとあれやな、来てから考えてみよう。もうほぼほぼやな、ほぼほぼ支柱にもう来た、支柱に入ったと言ってもいいやろうな。もう自分のもう手元まで引き寄せたから、あとはもう受け取って、僕の敷地内に止めたらもう俺の勝ちやみたいな何が勝ってるのか分からへんけどね、キャンプやってるよ。行ってくるわ。